なんかもう落ち込むんですよ、なんか、うん、何も成長してないなって、うん、この自尊心の低さ、自尊心の、はいはいはい、この自尊心の低さは、うん、成功にリンクしてるのかリンクしてないのか、うんうん、っていう話を今日ちょっとできればなと思ってます、はいはいはい、ごきげんよう。ごきげんよう。成功したいなら体調の人脈からメンターを見つけた方がいいのではと思うのですが、そういう方法がずるいと思うからやられないのでしょうか。多分ね、はい、僕はおそらく自尊心がないって言いながら、うんうん、自尊心が高いので、はい、俺ならできると思ってるんでしょうね、はいはい、俺は自分でできるはずだ。この辺をちょっと見ていきましょうか。自尊心とプライドじゃないですかね。自尊心って俺はできるじゃないと思うんですよ。 OK、 この辺の言葉の定義も一緒に見ていきましょうか、はい、というのは、うん、今日紹介させていただくのは、うん、スピリチュアルズ、うん、私の謎、うん、立花明さんですね、はい、で、自尊心を高める教育は効果がないっていう項目があるんですけど、はい、このビッグエイトの中に自尊心、セルフエステームが入っていないことに疑問を持つ人もいるかもしれないと、うん、これは確かにその通りで、社会心理学では自尊心が行動や選択に大きな影響を及ぼすことが繰り返し示されていると、はい、様々な調査で自尊心が適度に高いことは学業や健康、社会的経済的な成功にポジティブな効果があり、自尊心が低いとネガティブな効果があることが分かっていると。この知見が広く知られたことで、アメリカでは子どもの自尊心を養うには褒めて育てるべきだとか、批判は自尊心を傷つけるから避けなければならない、うん、クラスでの競争は自尊心のない敗者を作るの説が急速に広まった、はい、まあ、僕は実際見たことないんですけど、運動会でなんか手をつないでゴールするとか、はい、徒競走とかで、うんうん、まあ、見たことない、順番をつけないっていうのは聞いたことありますけど、はい、やってるところは見たことないですね、うんうんうん、はい、しかしその後、うん、自らも自尊心の重要性を信じていた心理学者、うん、ロイ・バイマイスターが、うん、自尊心と子どもの成長の関係を調べようと1万5000件の研究をレビューしたところ、予想に反して自尊心を養っても学業やキャリアが向上することはなく、それ以外でも何らポジティブな効果がない、うん、っていうことを発見したと、うん、他の研究者によるメタ分析でも同様の結果が出たことで、現在では少なくともまともな心理学者は、うん、自尊心が子どもの成長には重要だ、うん、と主張することはなくなった、うん、逆に褒めて伸ばす、うん、自尊心を高める子育てや教育は、うん、意味がないばかりか、うん、有害かもしれないと、うん、このバウマイスターさんは、うん、褒める効果を計測するために学生から無作為に対象者を選び、中間試験で C 以下、ABC の C 以下の学生から無作為に対象者を選んで、はい、うん、自信を持たせるための応援メッセージ、うん、君ならできる、うん、っていうのを毎週送って、他の学生には事務的な連絡だけを送ったと。で、結果どうだったかっていうと、励ましのメッセージを受け取った学生は対象群よりも成績が悪かったばかりか、うん、中間試験よりも成績が下がってボーダーラインから落第必至になった、うん、それ以外でも、学生の自尊心が高くなると成績が下がるという証拠が次々と見つかっていると、うん、なぜそんなことになるかというのは、自尊心は原因ではなく結果だと考えれば理解できると、うん、50メートル走で最下位だった子供に1位のトロフィーを渡しても足が速くなるわけではないと、うんうん、もうそうなんですけどね、はい、褒めて伸ばすという教育方針のバカバカしさはこれに似ていると、うん、自尊心の低さと薬物依存や10代の妊娠などの問題行動の間に相関関係があることは間違いない、うん、だからここから自尊心が高いのはいいことだ、うん、という結論は導けない、うん、まあ、うん、冷静に見るとそうですね、うん、高い自尊心は自尊心が低いのと同様に問題なのだと、うんうんうん、なるほど、うん、研究者は自尊心の高さの利点として実証されていることは2つしかないと。1つは
自尊心が高いと自主性が高まる、はい、もう一つは自尊心が高いと機嫌よく過ごせる、うん、この2つだけだと、うん、これはいい面と悪い面が あって、うんうん、信念に基づきリスクを引き受ける強い意志を持ち困難を克服したり失敗から立ち直るのには有効だが、うん、その反面周囲の反対を無視して破滅的な行動に走ったり、うん、自分が他人より優れていると思い込んだりすると、うん、アメリカでは若者の間でナルシストが急増に増えていることが問題になっているが、うん、これは自尊心を高める子育てや教育の影響ではないかとバウマイスターさんは考えてますと、うんうん、この自尊心は高いけれど不安定な人というのがあって、はい、うん、私たちは人生という舞台で自分の物語を演じている、うん、はい、ちなみにこのスピリチュアルズも、うん、要は自分っていうのを知った上で、うん、この社会でねどんなキャラでやるといいんだろう、うん、っていうのを最適なものを測りましょうね、うん、っていうのがこのスピリチュアルズの本です、はい、で、私たちは人生という舞台で自分の物語を演じる主役ですと、うん、仕事で成功したり素敵な恋人ができたりすれば、うん、自尊心が高まり、うん、失業や失恋によって自尊心は下がる、うん、だからこのその時の振れ幅には個人差がある、うん、自尊心が上がる時と、うん、自尊心が下がる時には個人差があるよと、うん、まあ、上がりやすい人と下がりやすい人がいるってことですよね。そうですね、はい、私たちは自尊心の高い人は安定していて、うん、自尊心の低い人は不安定だと思っているが、うん、自尊心の高い低いと安定不安定は相関していないというと、うん、ですね、一番は、はい、自尊心が高くかつ安定しているタイプで自己充実的達成動機が高いとされる、はい、他者との競争に勝ちたいという意欲が競争的達成動機で自分なりの基準で達成を求めるのが自己充実的達成動機、うん、これは物事に積極的に取り組んだり競争の結果よりも自分自身の成長を目指すことにつながるとされると。3番この反対の方ですね、はい、自尊心が低くかつ不安定、うん、というもう一つのステレオタイプがあって、うん、これは強いコンプレックスにとらわれ、うん、その結果競争を避けたり成長を諦めたりするかもしれないと、うん、自尊心の高い人が皆成長への強い意欲を持っているわけではない、うん、自尊心は高いけど不安定という2のタイプは、うん、他者からの批判的フィードバックを受けた時に相手を低く評価するとか誰かに助けを求めることに抵抗を抱くなどの特徴がある、はい、このタイプは自我への脅威に対して脆弱でそのため批判に対して過剰に反応したり援助を受けることに自分の弱さを感じると考えたりする、うん、普段は自信たっぷりに振る舞っていても傷つきやすくすぐ逆切れしたり、うん、トラブルが起きても自分で抱え込んで報告しない困った人は、うん、あなたの周りにもいるのではないかと、うん、でまた4番自尊心が安定していればいいというわけでもなくて、うん、低い自尊心が安定しているタイプもいて、うん、この場合は他者からの批判的なフィードバックを受けた時に、うん、相手を高く評価しすぎる一貫して低い自信を持つこの人たちは、うん、権威者からの批判をそのまま受け入れ盲従すると、うん、というのがあって、はい、もしかしたら僕はコメントでもいただいた、うん、私は体調のメンターから、はい、要はその援助を受けてね、はい、っていうのをずるいと思うからやれないのでしょうか、うん、っていうのを受けたんですけど、うん、もしかしたら僕は自尊心は高いけど不安定なので、うん、その僕ってなんか批判とか受けたりすると、うん、逆切れじゃないですけどあもうコメント見ませんとか、うん、なんかやったりとかもしくは 逆で低い自尊心が安定しているので、うん、このコメントをくれる人をみんな上に見てしまって、うん、盲従する、うん、みたいなのが
あるかもしれないなと自分で思っています、うん、要は若干何かが不安定だと僕は思っています、うん、自覚として、はい、自尊心にやイコール自己肯定感ということでしょうか。わかりません自尊心を持っていればいいっていうことなのか、そうでもないって話ですもんね。違うって言ってます、ね、違うって言ってます。自尊心と自己肯定感は、はい、これニアイコールじゃなくてノットイコールじゃないですか。イコールではない。あ、イコールではないってことですね、はい、あ、そっか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 、イコールではないということですね、はい、はい、あ、青葉塚さんごきげんよう。ごきげんよう。自尊心という言葉は自己肯定感という言葉とごっちゃになります、うん、自己肯定、うん、アドラーが言うのは自己需要なんですよ、うん、自己需要、うん、それが自分である、うん、これでいいじゃなくてそれが自分であるだったと思うんですよ、うん、でも自己肯定も似たようなもんじゃないですか、はい、あのね、アドラーはなんかね、はい、上手にね説明してた、説明してた、違うっていうのを、はい、で僕今ここで説明できないのでごめんなさい、はい、確か違うはずです、うん、はい、ありのままを受け入れるですよね多分アドラー。そうです、ありのままの自分をそのまま受け入れる、いいとか悪いとか評価せずに受け入れる、うん、肯定って肯定しちゃうって話ですよ。あ、じゃあできてもできなくてもいいけど肯定しちゃうが自己肯定、自己肯定、はい、自己需要はもう受け入れるんですよ、そのままいいとか悪いとか関係ない。自己肯定はいいって言ってますよね。自己肯定は肯定するって言ってる。肯定っていいってことですよね。肯定ですよイエスのことですよね。肯定ってどういう意味ですか。肯定イエスですよ。いい、良い、グッド、グッド、はい、これでいいんだよってことですよね、うんうん、でアドラーは違うって言ってますね。アドラーはいいとか悪いとか関係ないよって話ですよね、うん、いいとか悪いとかっていうものはないよ、ま、はい、そうですね、うん、でなので自己肯定感が高いとかってなると、うん、まあ、肯定する、自分のことを肯定する。あー、 OK、 分かった、そういうことですね、うん、自分のことはもうこれで OK、 大丈夫、 OK、うん、で低い人は自分のことはダメだ、否定するんですよね。はい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 。で需要っていうのは、まあ、いいも悪いもなくそのまま受け入れる、 OK、 これが自分だってことですよね、はい、これが自分です、はい、僕は自己肯定はしてませんがこれが自分です、うん、っていうことですね、うん、そうなんですよね。ジャッジするな、はい、だったと思うんですよアドラーは。そうですね、いいとか悪いとかジャッジするな、はい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 、自己肯定感は自尊心に含まれる感覚、自尊心はなんか自分は優れてるみたいなのが含まれてますよね。自分には価値があるですよね多分、うん、尊いものだ。そうですね、うん、でもう一個出てくるのが、ですね、潜在的自尊心は高いけれど潜在的自尊心が低い人っていうのが出てきます。あ、うん、そっか、これはそうでしたね、うん、この本はこれがいいこれが悪いとかじゃなくて、うん、こういう傾向があるっていう本でしたね、うん、特性、はい、特性、うん、だからどこがいいとも言ってないです、うん、はい、あ、で逆に、はい、高くてもよく低くてもよくない問題はある、うん、すぎるっていうのがも、うんうん、なんか真ん中辺がいいんじゃないですか。いいというか、まあ高いといい時もあるし、うん、悪い時もあるし、うんうん、っていうところですね、うん、はい、ですいません、潜在的自尊心は高いけれど潜在的自尊心が低い人、自尊心の潜在現れている潜在が独立しているとすると、ここでも次のような4タイプがあると。この時に真っ先に浮かぶのが丸1番、潜在的自尊心も潜在的自尊心も高い丸1番ですと。また出てくるのが3番、潜在的自尊心も潜在的自尊心も低いタイプ。自己啓発本では3番低い自尊心からどうすれば高い自尊心に行けるだろうね、うん、っていうのが大きなテーマになっていると、うんうん、それに対して潜在的自尊心は高いが潜在的自尊心が低い2番のタイプは、無理して自信家を演じているだけで本当は自尊感情が低い、虚勢を張っている、うんうん、この人たちは一見業法来楽でも常に不安を抱えており、防衛的で他者の批判を受け付けない、よそ者に対して差別的な感情を抱くとされる、すなわち自我が脆弱なのだ、うん、また潜在的自尊心は低いが
潜在的自尊心が高い4番は、うん、日本人には多そうだと、うん、この人たちは控えめで上旬なように見えるが、うん、実はプライドが高く思わぬところでそれが顔を出す、うん、あなたの部下はどうだろうなんて書いてありますね、うんうん、リア充というのは人生という舞台で自分のキャラを上手に演じている人たちで、その結果友人や性愛のパートナー、社会から大きな評判を獲得し高い自尊心を持つようになる（1のタイプだと）。この恵まれた人たちは周囲から自分らしき生きているとみなされる。リベラルな社会では誰もが自分らしく生きるべきだとされるから、その理想を体現した人生でもあると。それに対して日本社会で大きな問題となっている引きこもりだが、これは客席に誰もいないとかひどいブーイングを浴びるのではないかと不安で、人生という舞台から舞台に立つことを諦めてしまった人たち、社会から何の評価も得られず性愛からも排除されているこの人たちは、顕在的自尊心も潜在的自尊心も残念ながらものすごく低い丸3のタイプだろうと。舞台上の俳優が観客の評価から大きな影響を受けるように、人生という舞台でも他者からのフィードバックによって自尊感情は揺れ動く。これは演技の結果であると同時に次の演技に決定的な影響を与える。役者が良い演技をすれば観客の期待は高まるし、下手な演技をすれば興味をなくす。この相互作用によって自尊心が決定的に重要だと言われるようになったのだろうというふうにされていて、はい、自尊心っていうのは持つことが大事だとかじゃなくて、うん、うまくいくことで、うん、自然に評価も高まってそれで高まっていく。で、二等兵が今あ、はいはい、冒頭申し上げた、なんか全然今年うまくいってなくてさとか、うんうん、っていう現時点での判断が、うん、多分今の二等兵の自尊心を作ってるんですね、うん、この自尊心は結果だって話ですよね。そうですね。人になんかディスられたりとか、うん、なんか悪い評価を受けたりすると、はい、自尊心が下がりますよ。うん、そうですね。で、人に褒めたりされた人は、はい、いい評価を受けた人は自尊心が上がりますよ、はい、高くなりますよみたいな、うんうん、なんかこう何もないのに褒めたところで意味はないっていう話ですね。そうですね、はい、という、うん、で多分自分自身にやってるのが、はい、そのされてる結果でもありそうな気はしますけどね。もう一回、自分自身その何にもないのに、はい、大した成果も上げてないのに、はい、小学校とかで褒めたりする、はい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 、で上げても意味がなくてって話、だとすると逆に今みたいな、はい、今年自分何もできてない、はい、みたいなのって別に何もできてないとかっていうよりもその自分のイメージで落としてるみたいなところあるかな。あ、うん、はい